まだ6歳ですって。すごいわね。恩田まる子がピアノを始めたのは3歳の時。早くからその才能を認められて、6歳にして海外公演に参加、各国のオーケストラと共演、参加した。その音色にはしなやかな感性が宿っている。連れてけ。傷はつけるな。ガキは高く売れる。マルコ、おかち、うるせえな。言われてんのはガキだけだ。大人はいらねえ。おかはあ、広いっすね。こういうところは仕掛けは何？気をつけないとっすね。光ってる。え、やっぱあれやんないとダメなんすか？ああ、練習した通りにね。マジっすか。じゃあ頼んだよ。了解っす。リズム感あってよかった。その石に近づくな。貴様、ここで何をしている？自分拾ったものを売る仕事してまして。情報もなしにここへ来れるわけがない。たまたま通りかかったんすよね。たまたま。名前は？いや、企業秘密っす。怪しいな。来い、取り調べる。仲良くしましょうよ。同じ場所で出会った者同士さ。連れて行け。いや、これも何かの縁だし、ちょっと近い近い近い。なんだこら、視界が。大長、トカゲ石が。逃げるが勝ちってね。お、ラッキー。逃がすか。足早っ。Thank you.
か。おーい、マルコ。あっちゃん遅いっすよ。お腹すいた。のんきかい。バッチリっす。おぉ、いい値がつきそうだね。つか、結構命がけだったんすけど、この玉何なんすか。知らん。だが、しばらくの食費になる。それ大事。いくらになるかな。なんと96金ガドル。これだけ揃って足18本分なんです。おっとくー。オクトパス通販、足18までお電話ください。おっとくー。おっとくー。おっとくー。おひてめえ、マルカ。やべえ、バレた。どこに行きやがった。惑星ギャルで待ってろっつったろ。おめえの姿もなければトカゲ石もねえぞ。どこにいる。ああ、こいつなんすけど、くっそ怪しいっすよ。怪しいってなんだ。てめえは俺様のファミリーだろ。うんうん、ファミリー、ファミリー。だったらボスである俺様のところに持ってこい。腹減った。マルコ、腹減った。ロスゴロ、あっちゃん腹減ったって。うるせえ。いいか、奴隷市場で売られてたてめえを俺様が買ってやったんだ。なのにてめえ言うこと聞かねえで。しかもなんで俺様の許可なくオークションに出してんだよ。ロスゴロさ、宝にはいい宝と悪い宝があるじゃんさ。これ多分だけど、おとなしく持って帰るとあんた死んじまうよ。え、どういうことだ。先着がいた。先着だ。知らねえよ。てめえが先に取ったんだろ。持って帰。まあまあ、必ずいい金になって返すんで待っててくだせえよ。てめえ、銀河中の金持ちを争わせる気か。あとそうだ、自分ちょっと休暇が欲しいなって。てめえに休みはねえ。銀河一の盗っ人集団に休みはねえんだよ。バイビー。なあ、て、あの野郎、甘やかしたらすぐこれだ。ボス、あいつに甘いんじゃないっすか。ごたごたうるせえ。裏切り者は俺の手で殺す。この手で必ずな。ドスゴロ怒ってる。だから薬やめろっつってんのに、現役退いて太ってから全然やめねえな。ドスゴロ薬大好き。この石ドスんとこに持って帰ったら、あいつバカだから追っ手にむちゃくちゃにされるって。だから代わりに売ってさ。金持ち。そう、それ、金持ち。イエーイ、いっぱい食べれる。しかも宝の地図。ちょっと見てみてえじゃん。いや特にねえよ、個人的な感情はさ。ただどんな奴から私が生まれたか見ておきたいじゃんさ。それだけ。もし見つけたら、マルコ母親と暮らすか。なわけねえっしょ。つまんなそうだし、ほらこのちっこい私もつまんなそうな顔してる。だいたいさ、母親なんてそんな大切にしなきゃいかんもんかね。こんな広い銀河にはいろんな価値観があるっつうのにさ、母親食う昆虫だっていんのにさ、
自分はそろそろ自由になりてえなって。それにマルコのおかん、うん、もう顔も忘れちまった。向こうも覚えてないだろうな。でもさ、死ぬ前に一回は見たい宝物じゃんさ。いくらになるかな。おかんは売れねえよ、この石。ああ、そいつを売ってさ、大金にしようぜ、あっちゃん。ガオー。さて、いくらになるかな。我々が星を滅ぼすのは全てを支配するためだ。我々こそが銀河を滑る一族だからだ。貴様、我が星を滅ぼした罪、思い知れ。惑星ガルの生き残りです。同盟を結んでおきながら最後の一匹です。お前たちは家族を殺した。我々の家族を、星を、民を殺した。言いたいことはそれだけか。答えろ。石はどこだ。必ず殺してやる。心が残っているようだな。選べ。ここで死ぬか、我々に下るか。お前は必ず報いを受ける。愚かな。この銀河は全て黒き鉄へと回帰する。そこに貴様の感情は不要。父上。ハクアか。私はナブルということを学校では教わらなかった。ほう。試してみたい。これはまだ生きがいい。いいだろう。殺したら日記をつけておくように。宿題。そうだ。あまり好きじゃない。引きこもっていてはいけない。お前はいずれ銀河の支配者になるのだから、学校には行きなさい。そして惑星の一つや二つ征服してきなさい。学校の宿題はそれを提出しよう。返事は、わかりました、父上。だろう？わかりました、父上。話せ！どこへ連れて行く気だ！同情はしない。あなたが弱いから滅んだ。大きな星は小さな星をいじめる。どうすればいじめがなくなるかなんて考えるだけ無駄。先生がいくら注意してもいじめはなくならない。あなたの星はいじめられて消えた。それだけ。あなたが弱いから星は消えた。それだけ。封建さえあれば、貴様らなど。お宅はいい。早く歩いて。グズは嫌い。なんだここは。ゴミ箱って知ってる？いらないものを捨てるところ。星を滅ぼすと必ず出てくるから。もし価値のある生命体がいれば、四肢、臓器、脳、脊髄、それらを売り払ってお金にする。不要になると捨てる。食事の時のゴミと同じ。そしてこのゴミ箱は満席になると自動的に銀河へと切り離される。今日は特にたくさんのゴミが出た。おとなしく下ればもっと少なくて済んだ。ねえ、あなたは私の父を殺したい？今すぐにでも殺してやる。貴様もだ。そう。じゃあ約束して。
必ず父を殺すと。さよなら。おい、待て待て、貴様。父よ、あなたへの怒りがまた一つ銀河へと放たれた。どうせ殺せっこない。アクア、アクア様、青いジャケットの行く先が分かったぞ。どこ？発信機をつけてあるデツ。船の軌道を追うに地球だ。地球、銀河にある青い星、図鑑でしか見たことない。その昔乱獲があった星だ。乱獲、いじめ、じゃあもうとっくに廃惑星。いや、まだ滅んでいないの？滅ばなかった。人類と呼ばれる生き物が生きている。文明レベルは低いが、一部の人類が外敵に対抗している。地球、懐かしい。知っているのか？うん、でも私はあの星から流れてくる音色が好きだった。銀河ラジオから流れてくるあの音色、もう昔の話だけれど、まだ残ってるだろうか。地球、青い青いその顔を見るに、まだ熟れてもいない。いじめられないといいね。マルコと銀河流。惑星ガルが廃惑星になりました。天然記念惑星であるこの星が滅んだことに、私たち天の川銀河では不安が広がっています。廃惑星では早速墓荒らしが始まっています。一番乗りのワンさんにインタビューです。この星は何もありませんでしたわ。砂とガスだけですわ。皆さん墓荒らしを諦め、ゾロゾロと帰還しています。ジェシカ、僕のいとこが先週車上荒らしで捕まったよ。まあ大変。地球って知ってるかい？どんなところかしら、行ってみたいわ。炭素系生物がたくさん住んでいるようだね。中でも人類というものが知識を持って覇権を握っているようだ。彼らは毎日バナナを食べ、So sweet、 猫を崇拝している。にゃー、まあ行ってみたいわ。お問い合わせは銀河観光省へ。 See you next Sunday。 ブヒ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 。ゴー、あー、背中かゆっ。